さあ試合が始まります。まずは白のユニフォーム茨城バックボーン、ショットクロックは5秒。さあショットクロック5秒です。さあドミネート落ち着いて1点目、1対0。さあ茨城に1つ目のチームファウルです。試合残り時間は9分、ショットクロックは4秒。カードミネート2点目になりました。2対0。3対0、ドミネート3点。ショットクロック4秒。さあ2ポイントを収めてきました。5対0。さあショットクロック7秒、6秒。あ、ごめん。ドミネートに1つ目のチームファウル。試合残り時間は8分2秒です。5対0。さあ茨城ここを決めました。5対1。さあドミネートボール。さあショットクロック6秒。さあ6対1。さあドミネートボール、ショットクロックは7秒。さあ2ポイントを茨城決めてきて6対3です。ショットクロックは5秒。さあショットクロック5秒です。試合の残り時間は7分4秒、6対3、ドミネートリード。さあ茨城ゴール。さあショット、
さあ茨城に2つ目のチームファウルです。最初のところ5秒です。試合残り時間は6分32秒、ドミネート6点、茨城バックホームが3点。さあ、ちょっとよく4秒です。さあ7対3。残り時間が6分です。茨城3つ目のチームファウルです。さあドミネート、これを決めて8対3。残り時間5分47秒。さあドミネート2つ目のチームファウルが入っています。さあ2ポイントを収めて8対5。ショットクロックは6秒。ライバルボール、ショットロック、ショットクロックは5秒。さあドミネートボールになります。ショットクロックは4秒。さあ試合の残り時間は5分です。ショットクロック5秒。さあ1点入って8対6。その差2点。ショットクロック5秒です。さあドミネート9点、9対6になります。さあ試合の残り時間は4分31秒。その差2点。ショットクロック5秒です。さあドミネート9点試合です。現在ドミネートが9点、茨城バックボーンが6点です。試合の残り時間は4分31秒。さあ試合再開します。ドミネート VS 茨城バックボーンの試合です。さあドミネート10点目、10対6。さあショットクロックは5秒。さあ11対6、試合残り時間は4分切りました。ショットクロック7秒。
カー11対7。茨城に4つ目のチームファウルです。非常に風が強くなっております。お気をつけください。さあ2ポイントを収めてきました。ドミネイト13点目、13対7。さあショットクロックは5秒。さあ8点目、13対8。ドミネート3つ目のチームファウルです。さあ茨城フリースロー。さあ13対9。ショットクロック5秒。試合残り時間は3分20秒ほど。13対9。ショットクロックは5秒。さあこれを収めて15対9。ドミネート15点。さあショットクロックは5秒です。試合残り時間3分切りました。さあショットクロックは5秒です。試合残り時間が2分36秒。15対9、ドミネートリード。ショットクロック6秒。さあショットクロック2秒。さあショットクロック5秒になります。試合残り時間は2分ほど。15対9。ショットクロックは5秒。さあ決めて16点目。16対9。試合残り時間が1分30秒。ショットクロックは6秒。さあドミネートに4つ目のチームファールです。さあタイムアウトです。試合残り時間は1分15秒。16対9、ドミネートリード。ここまで両チームのチームファール数は4つとなっています。
さあ試合再開します。残り時間は1分10秒。さあ茨城ロード、さあ2ポイントを決めてきました。11点目、16対11。さあ1分切りました。残り時間ショットクロック4秒。さあ残り時間40秒。ショットクロックは6秒、残り30秒。茨城に5つ目のチームファールです。残り時間28秒。16対11、ドミネートリード。ショットクロック5秒。さあ得点決めて17点目、ドミネイト。さあ残り10秒です。さあドミネイト5つ目のチームファールです。残り6秒です。17対11、ドミネイトリード。さあこれで試合終了しました。ドミネイト対茨城バックボーンの試合は17対11でドミネイトの勝利となりました。以上をもちまして予選プールを終了いたします。ちょっと5秒。さあ得点決めるリード。